こんにちは、シュウです。今回はカーリーで闘技場行きたいなと思います。カーリーのリーダースキルが B 水木闇同時攻撃5倍、6コンボ以上 1.5倍。はい、やっていきましょう。オールカーリーパーティーだね。で、この水木カーリーがね、今日情報修正で毒耐性ついたんだよ。意外とね、毒耐性でかいね。これであのレイなんとかつければ毒それで 100% だもんね。だってもしかしたらワンチャン使い道あるかなっていう感じがあるんだけど、どうだろう、ないかな。ちょっと待ってね、色を確認しなかったな。OK、いいんじゃない、これで。1、2、3、4、5。ただ火力はね、そんなに出ないと思うんだよね。いや、ちょっと弱えな、ちょっと弱い。いや、これ本来だと、あれなんですよね。ちょっと待ってね、集中します。これなんでいいんじゃないかな。で、2way した方がいいんだよ。このね、サブの水木カーリー。もう一体ね、カーリー入れれば、ちょうどね、見た目全員変わったんだけど、いないんだよね、もうカーリーがこれ以上。なんだっけ、カオル&カーリーみたいなのがいたんだよ。なんだけど、あれ闇カーリー寄りなんだよね。光カーリー寄りじゃないんですよ。なんで今回はちょっとね、採用しなかったんだけど。いいんじゃない?これで。いや、久しぶりにね、闘技場1ある。結構いい勝負になるんじゃないかな。あ、でもすごい、全然欠損しないね。オッケー、ナイス。で、光の 2way は入れてった方がいいんだね。光の、あ、で、そう、見て。この、なんて言うんだろう。闇光カーリー、闇光カーリー。闇軽減2個謎に持ってたんだよね。初めて知ったわ。で、指祝いが結構嫌だな。よいしょよいしょよいしょ。いいのではないでしょうか。これで多分倒せたはず。あ、いいね。回復も偶然落としになってる。で、欠損しないで。まあ、欠損しても割とカーリーいるからいいんだけど、火がないのか。ここをカーリー使います。あ、いいね。カーリー、カーリー継承だ、フレンド。カーリー使って、私最近ね、単発ね、復活させようかなとちょっと思ってんだよね。昨日も久しぶりにマリオカートあげたわ。やっぱ単発って面白いんだよね。はい。いいんじゃないでしょうか。2way ないけど行ってほしいな。多分行けんじゃないかな、2way ないけど。行け。やぶねえ。ごめんなさい、2way入れます。今結構ギリギリだったね。2way、いやー、それはやばい。OK、ここで行こう。ちょ、危なかったな。だいぶやばかったね、だいぶやばかった。ここで組んでって、しっかり組もう、しっかり組もう。オッケー、いいんじゃない?やだ、いいね。これは多分いってると思う。ちょ、2way忘れちゃうな。ごめんなさい。で、水欠損か。よし!どれ使おう?結構カーリー継承してるんだよね。なんで、うわ、マジか!それはやばい!マジでやばい!これ、時間継承してんだよね。撃つか!これ、時間継承してんのなんでしてるかっていうと、あの子対策でつけてた。あ、ちょ、これ光消すのやめよう。タグッチ出た場合、追撃ないからやばいかなと思ったんだけど、ここで焼く、いや、どうしよう。木がいらないのか。で、光は 2way にしたいから残してこう。OK! これで色来ないかな?お願い!よし!で、ここで 2way 入れまくれば多分いけんじゃないかな。くそ、全然強くない。どう ?1、2、3、4、5、6、7。7コンボ強化は意味ないんだよね。うわ死ぬ!いや、耐えるね!危ねえ!危ねえ!うわ、全然強くない!で、カーリー撃ちます。いや、いいね。こういうギリギリの戦い久しぶりだな。最近難しいダンジョン来ないね。あの、裏闘技場越え。いや、でもまだ早いか。まだ早いみたいなとこあるよね、きっと。あ、しかも指直ってる。確か闘技場 3?実装されてから裏闘技場来るまでどれぐらいかかったのかな。すごい1年以上確かかかったよね。なんで裏闘技場以上の難易度ってなるとまだまだ結構先かな。うわ、めっちゃ指奪ってくるんだ今日。組んで組んで、はいよ。いいね、悪くない。今日私ちなみに夜ね、あれでした、ハンバーガーでした。あのマックポーク復活したの知ってます？なんであれ食べたいなと思ってあれ買ってきた。でマックポーク、いやだからさ、よし終わった。なんか指奪いとバインドめっちゃ多いんだけど、なんだっけ。あ、マックポークの話したんだよ。マックポークね、復活したんだよね。復活した時、昔ベーコン入ってなかったんだけど、今ベーコン入ってんだよね。入ってたベーコン。なんだけど、そんなベーコンの味あんましなかったな。で、私やっぱ一番ノーマルなハンバーガー派なんだよね。なんでマックポーク美味しかったけど、普通にハンバーガーの方が美味しかった。
気球集か。どうしよう、いけるかな。普通にここ倒せなかったら若干めんどくさそう。やっぱマック美味しいよね。あ、まあ、さ、マック夜ご飯にならないっていう人いるよね。まあ、それが割と普通なのかな。私全然夜ご飯になるからね、マック。で、ここ倒してほしいな。いける、愛しい。ナイスね。うえ、オッケーオッケーオッケー。火残るのは全然オッケーよ。で、ここで、リーダースキル出したいんだけど、あれ、色を呼びたいんで、うん、こんな感じでいいんじゃない。これで水くればオッケー。来るでしょ。水、水。やっといけた。予想以上に時間かかった。でもいいね、みんな結構、うわっ、オッケー。いや、懐かしいな、これ昔光パーティー、光パーティーじゃねえ、光カーリー全盛期の時代あったよね。あったあったず、このこっち側の方、この副属性火ある子あったよね。懐かしいな、その時代。光カーリー確かサブにも入れて結構何枚か入れるんだよね、そういう感じだったと思う。で、闇ないのか。どうしよう、これカーリー使っちゃおうか。カーリー使って、で、ここも普通に落とします。やべ、ちょっとトイレ行きたいな、めっちゃトイレ行きたい。いいのではないでしょうか。うん、これで多分行ったはず。 OK だね。で、次絶メタかな。うん、ちょっとトイレ行ってきます。はっ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 はー。ミルちゃん、君もここまでのようだな。滅びのバーストストリーム。消えた。この俺が見えなかっただと。奴はどこだ、どこだ。あ、そこか。俺としたことが油断したぜ。だが、しかし、もう次はない。どんなトリックを使ったか知らねえが、貴様、こいつ寝てやがる。一体どんな神経してやがんだ。また消えた。こいつもしかして。うわ、間違いねえ。こいつはパルキアと同じ空間を移動できる能力を持ってやがる。そんなやつと俺は一体どうやって戦えばいいんだ。く、また消えやがった。落ち着け、落ち着くんだ。絶対に勝機はある。今までのこいつの行動パターンを考えろ。そうか、分かったぞ。右上だ、必ず奴はそこに来る。今だ。か、変わり身だと。奴め、そんなこともできるのか。しかし、行動パターンは読み切った。間違いねえ、こいつは反時計回りにしか動けねえんだ。つまり、次に来るのは下。これで君の最後だ。トラップを仕掛けさせてもらったよ。終わりだ。バカな、下じゃないだと。I will fight in the soon seriously. なんだって？そろそろ本気で戦うだと？バカが！今までだって十分本気だったろうに。なら見せてみろよ、その本気とやらを。We fight with full force. は、早い！早すぎる！これが奴の本気？こんな奴に勝てるわけがねえ。ここまでなのか俺は。なんだこの音楽は。まさか親父。そんなわけないよな。現状まで聞こえてきやがった。明日今日よりも好きな、この透き通るようなメロディー、間違いねえ。親父なのか。バイト中の親父が。なんで。親父、教えてくれ。俺は一体どうすればいいんだ。言葉にできない。言葉にできない。そうか、無言になって集中すれば奴を捕らえられる。親父はそれが言いたかったんだな。ありがとう。集中しろ、神経を限界まで研ぎ澄ませ。感じろ。感じるんだ。絶対に捕らえられる。なんだこれは。よし、やってこう。で、これさ、何秒あんだろう。 9.50 か、意外とあったな。全然ね、指ないなと思ってたんだけど、意外とあるね。そこを待ちにしたいね。一点待ち。いや、違うな。これで2点待ちか。オッケー。そこに闇来てください。闇いるんだもんね。来ない。まあ、しょうがない。これ、光カーリー？光カーリーと指定色が違うんだよね。この、なんて言う前だよ。水、光カーリー？
光カーリーだと確か木以外なんだけど、水木カーリーだと光以外なんだよね。なんで若干ねそこが慣れないな。危ねえ、結構ギリギリだな。やっぱ 2way 欲しいね本当に。うわー、いい封じるんで OK です。一応いけんじゃないかな。5色決めようか。5色決めます。一応欠損はしてないね。いやーちょっと、どう ?1,2,3,4,5 止まれ !OK! これいいんじゃない？いやーそれはでかい。もう一回同じことやればいけるね。もう一回、でも水ねえのか。ただカーリー戦って言って、カーリー戦じゃねえ、ソチス戦って一旦も無駄にしたくないんだよな。どうしよう。いやでも無駄にしようか。ちょっともったいない気もするけど。はい。いいんじゃない？これで。水！オッケー！危ねえ！今水来なかったらよかった。で、これでさっきと同じことやればオッケーだもんね。組の組の。オッケー！いいんじゃない？街にもなってないはず。あ、でもこれ、あれか！ 6 コンボになると 1.5 倍かかんのか。オッケー！神調整！それは、え？あ、そうか。属性変わって変わったのか。どうしましょう。これ、この光の 2way とこれでいけない？いける？いや、ちょっと、いや、威嚇撃とう、威嚇撃とう、威嚇撃って、で、今、欠損してるんだよ。欠損してるから6コンボ以上 1.5 倍の倍率出そうか。さっきソウルすればよかったね、欠損してるとき。で、闇落ち込むは絶対に良くない。闇落ち込むは絶対に良くない。はい。で、6コンボ出てるね。落ち込むんだよ。オッケー、ナイス。これいいんじゃない？いや、いいね。で、非欠損だね。2色外すか。いやー、でも、量多いな。外せないな。ちょっと控えめで。あぶねー！いや、いいね。これ、風神温存できたのでかい。まあ、使ってもよかったんだけどね。どうせパールしか出ないからね。闘技場1だと。で、ここだと、水の 2way 入れようか。水の 2way 入れます。いいね。結構後半まで来てる。はい。OK。で、今、トキマジャーナ使っちゃったな。本来だとね、次ここで使いたかったんだよ。カグツチ出たように。カグツチ以外でお願いします。よし！よ、いいね、いいね！温存できた！あ、で、欠損してないんじゃない？これ、風神使っちゃおうか。風神使います。いや、でも、闘技場1実装された時、風神も確かいなかったよね。なんか、懐かしいな。これ、待って、そもそも倒せるよね。一応、2way にするけど。待って、これ、倒せるよね。その疑問が出てきた。1,2,3,4,5,6、落ち込ん！よっけ、いいね！光待った方がよかったかな？あ、いいね。やっぱ柔らかいんだね。光待った方がよかったかなと思ったけど、いけた。どうしようかな。初手カーリー打つのも。あ、いいね。毒、あれ？あ、そうか。うわ、毒 100% あるんだ。それは激アツ。そうだね。これ情報修正したって最初の方自分で言ってたな。色を消しちゃおう。ちょっと押し込んで倍率出ればラッキーぐらいで。倍率は出なかったけど、結論しないんで。で、次。ゼウスディオスあるんだよね。で、これ確かカーリーのいいところって回復力がね、高かった記憶がある。なんか昔それで話題にはなってないかもしれないけど、回復力高くていいよみたいな話あったもん。いや、いいね。HP もほぼ全開。欠損してないですね。ここで落とします。そう、回復力が確か回復、なんだっけ、回復タイプだよね。ここはさすがに 2way なくていけるでしょ。オッケー。あー、で、欠損しちゃったか。どうしようかな。この闇ヒカーリー打つか。闇ヒカーリー打ちます。闇ヒカーリー打って、で、できるだけ4-4でいきます。よいしょ、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 よいしょ。はいよ。はい。オッケーでしょ。で、ヘラの前で歩打ちます。今、勝負はここで決める。あー、欠損か。欠損してほしくないな。ただ、ファセットが2枚いるんですよ。ここ確定で火消してくるよね。ライナー撃ちます。
いやどうしよう、ちょっと耐えようか。いやでもここ倒しちゃうとダメだもんね。一旦耐えます。でこれ次確定で欠損しちゃうんだよね、色読んでも。ああどうしよう、ライナー打つか。ライナー打ちます。今勝負はここで決めて、でまだ倒せなくて OK。 で今使ったのが落ち込んでワンチャン倒しちゃったら嫌だなと思って今使いました。なんででも倒せなくても OK。 いいよ。でいろいろ、あ待って、バインド来たかな、この子。次か、今バインド来るよね。それならカーリー打っちゃおうか。カーリー打っちゃおう。でここで確実に 2way でいきます。よいしょ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 。あーこれ 2way になんないな。こうした方がいいのかな、この方がいいのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっと 2way 意識しました。うん、 OK。 でベルゼブブは毒 100% で走ったんだもんね。うわー弱え弱え、あぶねえあぶねえ。いやこれ危なかったね。2ターンだったら積んでた。これ2ターンバインドが1ターンバインドなんだよ。でこれためあるんだよね、ため。あぶねえ、今積んでたな、2ターンだったら。闇欠損してたんだよ。くそ、あれ倒せないんだ。結構割と完璧だと自分では思ってたんだけどな。でギリギリあのライナーも効いてるんで、ヘラ出ても耐えれる。よし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 、いいぞ。でさっきの感じだとここファセット打っていいんじゃないかな。ここ仮に火力足りなくて紙バインド来たら積みだもんね。なんでファセります。いや全然ありだと思う今の。やれT 字来ました。 TGTTでれれ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 れ、オッケー、いいよ。闇帰り、いやいいね。光の方軽く出るでしょう。でこれファセットナンバー、あこれ前ねコメントで教えてもらったんだけど、状況確認で見れるらしいね。 4.9 倍か。 4.9 ならいってほしいな。光強え。うわめっちゃいい盤面、これめっちゃいい盤面なんじゃない。いや、これ超いい場面だね。いや、倒してほしいな。多分あのヤバいゾーンは抜けれると思う。いや、いったんじゃないこれ。めちゃめちゃいいよ。めちゃめちゃいい。よし